皆さんこんにちはインスパイアのこたです今日も U3 を使いましてネットベースに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります今日もよろしくお願いしますはい、今日はですね2020年10月25日ということで今日はですね日曜日ですのでまあ、恒例のまとめ記事ということで、えー、いつもですね毎月やっていますけどえー 人工知能、AI に関するニュースっていうものをですね、まとめて紹介してるんですが、えー、今回はですね、えー、前、いつもと同じですけど、えー、ポッドキャストの方とですね、えー、連動でやりたいと思いますので、またいつものにですね、ちょっとだけお付き合いいただければと思います。では、ポッドキャストの方のですね、えー、準備でえ開始をいたしますので、えー、少々お待ちいただければと思います。はい、では行きましょう。皆さん、こんにちは。ネットビスアナリスト、横田修林です。 今日は1ヶ月に1回の人工知能 AI に関するニュースを振り返っていきたいと思います。では早速ですが、ニュースを紹介していきたいと思いますが、まずはこちらのニュースから見ていきましょう。はい、今回はですね、スマートスピーカーの話を中心にちょっとお話ししたいと思うんですが、 えー、車でアレクサが使える Amazon Echo Auto ーーが日本上陸ということで9月の30日に税込4980円ということで発売になりましてですね、えー、早速僕も車につけてみたんですけどこれがねあのなかなかやばかったですねあのまずですね車にこの Amazon Echo Auto ーーをつけるんですけどそれにはまず電源ですね 電源を、その、いわゆる、こう、シガーソケットっていうんですか、えー、あそこからまあ取りまして、えー、そして車にですね、この a m a z o n e c a Auto っていうものを取り付けるわけなんですが、取り付けたらですね、今度は、その、 えー、Amazon Echo Auto っていう機械とですね、で、自分のスマホっていうものをですね、連動させるわけですけど、これ多分 Bluetooth だと思いましたけど、えー、Bluetooth で接続をいたします、えー。そうしましたらですね、もうそれで、えー、使えるんですよね。で、その、どうやって音を出すかっていうことなんだけど、まあ、それ自身でもじゃあ音は出るんだけど、それをもうちょっとこう拾おうかなと思ったら、それをですね、えー、あのー、 アマゾンイコートの方から自分のパス、えっ、ー、と、車にですね、えー、いわゆるオーディオとして、えーえー、入力することができれば、えー、それで入力することもできるんですけど、まあ、僕の場合はオーディオ入力のですね、あのものがないので、なので、えー、FM のチューナーで、えー、電波を飛ばしてですね、えー、それでやってるんですけど、 これでできました。まあそうしましたら入れましたですね、まあアレクサ何々っていうふうにですね、えー、車で声をかけるとですね、え、これで反応してですね、え、いろんなことができるようになったんですけど、まあもうね、なんかわけわかんないけど不思議なことになりましたよ。その、その今までであればですね、車に乗ってですね、えー、例えば、え、何か、え、ものを探すときですね、えー、こう、OK、Google とか、Hey Siri みたいな形で検索していたんですけど、え、これを使わなくてもですね、 あの、そうじゃなくて、このアレクサの方でもできるようになったわけで、ただまだですね、あの、実装されていないのが、この、 いわゆる道案内ですね。道案内の方はまだですね、使えない形になってたので、まあこれがちょっと残念ですけど、え道案内ができるようになれば、かなりですね、その、車が持っている、まあ特性でもありますけど、その、移動中にどういうとこ行って、どういうふうな検索をしてるかって履歴が Amazon 側に溜まるようになると、以前から僕を話してるように、Amazon が地図に本格参入するんじゃないかと思っている、一番やばいことになると思いますので、そこはまだちょっと伏せてるのか、どうかわかりませんけど、そこはまだね、 できないようにないいにっていましたただ、まあ、何か音楽をかけたりとか、何かものをね、調べたりするときは、結構便利になったということで、相当これでまた情報がね、たまるんじゃないかなと思いますし、この4980円で導入できるっていうのがですね、やっぱりこのコスパはかなりやばいなって思いましたね。こちらのニュースが入ってきましたということですね。あとはですね、あのー、 そうですね、何が出てきますかね、Amazon エコーフレックスというものにですね、えー、スマートロックが誕生みたいなニュースも出てきましたね。まあ、これもですねあの、もう今から4年ぐらい前かなに、えー、海外の方のニュースとして知っていてですね、このいわゆるこう、なんていうかな、えー、開けごもなわけですよ。 なので、そのドアノブにアレクサをつけることによって、そこに向かって何か喋ればですね、ドアがロックが開くということなんで、まさに、あの、現代の開きごまだねっていうことを言ってたんですけど、この機能が今回実装されたということで、これもね、試してみたいなというふうに思うんですけど、ただ僕の車についてですね、 家のドアノブもですね、この、最新のですね、最新のっていうかですね、その、えー、こう、まだ対応しないですね、もっと古いですね、ドアノブなもんですから、これをまだ実装できていないんですけど、こちらもね、あの、やりたいなっていうふうに思ってるんですけど、こんなものもね、入ってきています。あとはですね、えー、まあ、スマートスピーカー関係のですね、ニュースという言葉、一応アレクサ関係をちょっと紹介したんですけど、 今度はですね、えー、画像認識とか、えー、顔認識の方なんかでちょっとお話をしたいなと思うんですけど、あとはですね、この自分の顔をディズニーアニメ風に変換できる。 えー、これなんて言うんだろうな。えー、tunify yourself っていうものかな。というサービスとかが紹介されてるんですけど。まあね、あのー、いろんなね、サービスが出てきてますよね。その、例えば、えー、自分の顔をおじいちゃんおばあちゃんに変えるとか、赤ちゃんに変えるとか、自分と、えー、友達、他人の顔をね、入り替えるとか、えー、こういったサービスがどんどんできていて、まあこれもね、あの結構危険で、その個人情報というかね、えー、自分の顔情報っていうものがどんどん収集されてですね、 そして、いく、えー。そしていく、えー、そ,してそのい、一度入手した、その顔情報っていうものからですね、紐づいている、いろんな情報っていうのが、えー、一致することによって、例えば、その、えー、Facebook アカウントでログインすると、実名が分かって、えー、その人の顔が分かってしまったりとか、まあ、いろんな情報と紐づいていくとですね、結構やばいかなと思うんですけど、 こういったものがね、あの、どんどん出てきていてですね。まあ、これは AI 的にはそんなに賢くなる技術ではないと思うんですけど、ただ、その、将来的にも長い将来、まあ、10年後とか20年後見た場合に、やっぱ顔認識と、この、いわゆるビッグデータっていうものが紐づいた時っていうのはかなりやばいなと思うんですよね。例えば、その、今までは、その、個人が特定できない情報として、その、いろんな、 ビッグデータとか個人情報、個人情報っていうかビッグデータですね。でも、うん、ありましたけど。で、そこにですね、えー、たくさん蓄積した後に、それと一致する顔はこの人ですってことがなった瞬間に、まあ、あのー、簡単に言ってしまえば、あのまあ、わかりやすく言えばですね、あのー、指名手配のですね、えー、よく貼ってるじゃないですか。 あれって、その、この顔にピンと来たらっていう風にして貼ってると思うんですね。だから、その顔としてピンと来たら、えー、あの、ぜひ声かけてねって言ってるってことは、顔イコール、その人の個人が特定できる状態になる要素としては、非常に大きいということになるわけですよね。 でも、その、指名手配の写真の横のとこには名前が書いてあるんだけど、結局名前で探すっていうことは、この指名手配ではしないわけですよね。っていうことは、その、まあな、なんでかって言ったら、名札をつけて歩いてるわけじゃないから、なかなかその名前から探していくってことはできない。まあ、現時点で今あるのは、例えば、えー、ホテルとかにですね、その、旅行するときに、チェックインで書きますよね、名前を。 あの情報に、例えばその指名手配犯だったりとかっていう名前が書かれた場合には、それをですね、報告してるんですけど、まあ、そういうことぐらいでしか、えー、あの足がつかないですよね。あとはインターネット通販で、えー、仮にその名前で書いたところで、 足はついてないんじゃないかなと思いますから、なかなかこれは難しいけど、でも顔写真の情報が入手できれば、結構個人が特定しやすいので、まあ、こんなニュースなんかもね、今後は出てくるんじゃないかなと思うと、えー、結構ですね、えー、怖いなっていうふうに思いますね。でですね、あとは、えー、マイクロソフトさんからですね、偽造写真や動画を見破る技術っていうのがニュースになって出てきてるんですけど、まあ、これもね、あのー、非常にね、こう、なんていうのかな、 うん、面白いなと思いますけど、その、結局マイクロソフトが、この写真は偽物だえ、フェイクニュースだえっていう風うにしてですね、フェイク動画だっていう形で判別してるっていうことは、それを判別してるのは AI が判別してるわけですよ。だけど、その、偽造写真とか動画を作っているのは誰かって言ったら、これも AI が作ってるわけですよね。そうすると、AI 対 AI。 で、えー、その見破る方の AI の方が賢くないとですね、見破れないわけですよ。だから、その、誰の AI、どの AI を使って、そのフェイクニュースを作ったのか。で、見破る側は、それよりも優秀な AI を使っていけば見破ることができるわけなんで、だからもうこの時点でですね、まあこれ、もうどっちが先かって話になったら、もうわかんないですよね。その、 えー、見破れないようにする、作る側の方の AI の方が賢ければ、絶対見破れないわけですよね。で、それって、多分もう人間のレベルを超えてると思うんですよね。だから、これを言い出したらですね、もうキリがないなと思ってるんだけど、だから、まあ、わかりやすく言う例で言えば、その偽造紙幣ですよね。えー、お札の偽札っていうのが出回るんだけど、あれは偽札を作る技術。 ですね。その印刷をして、例えばスカッシュを入れたりとかする技術よりも、それを見破る、えー、あ,あの、偽札を作る人の技術っていうのが、えー、優れていればですね、これ見破れないわけですよ。だって、あの、本物の、えー、よりももっと高、高画質でっていうか、あの、高品質のものを作ることができれば、見破れないわけですよね。だから、その、今は、印刷技術の方が、えーあ、な、なんだ、えー 偽札を作る技術よりもレベルが高いから、だから見破れないし、偽札が出回らないんだけど、これが逆になってしまったら、出回ってしまうわけですよね。まあ、こんなことがね、起きると思うんですが、ただね、そこでもやっぱりポイントになってくるのは、その偽札についているあの番号ですね。これはユニークな固定番号が連番で振ってるわけですけど、でこの連番で振ってる数字が、 どっかで仮に使われてるとすると、そうすると、あれ、この番号が、例えば、あの、東京で使われてるのに、同時にね、札幌使われてるってことになれば、おかしいよね、みたいなことがわかるわけだけど。でも今までは、これらのものをですね、紐付けるっていうことが、えー、できなかったけど、まあ、この AI によってですね、えー、全部のこういう、えー、なんていうかな、お金の流れってものが、えー、全部ですね、デジタルデータになれば、えー、このようなこともね、見破ることも今後はできるようになってくると思うんですね。っことになると、さっき の話とままたつながってきますけど、えー、顔認識のいわゆる固有に持っているユニークな番号は何,何をこう紐付けの、えー、ベースにするかっていうことですよね。だからこの偽札の話で言えばそれはユニークに持っているものっていうのが、えー、と番号なわけですよ。 で、例えば人間であれば、それが顔っていうのはね、ユニークなわけですよ。あの顔写真がユニークなんですね。だけど名前ではないわけですよ。で、このような形で、ユニークなものっていうのが振られている情報は結構ですね、今後情報としてですね、あの、精査しやすいけど、そうではないものっていうのは、あの、判別することできないっていうことになってきますよね。だからこの辺って、その、 例えば偽札、偽写あの、偽造写真なんかに関しても、 この動画を作った時にですね、例えば YouTube にアップするときに、これコンテンツ ID っていうもので、これでちゃんとユニークな ID が振られているので、だから後から同じ動画がですね、別の人からアップロードされた時に、すでにありますよって言って見抜くのは、そのコンテンツ ID を振っていくという仕組みを YouTube が持ってるからだと思うんですね。だから、そのようなものが見破ることはできるんだけど、だけど今度はそれをですね、 YouTube ではなくて、例えば他のですね、Facebook だったり LINE とかに同じ動画上げても、そのコンテンツ ID っていうものが、YouTube 内のシステムでしか動かないので、だから、まあ、ああの、ま、あ変な話だけど、YouTube にある動画をダウンロードしてですね、他の動画サービスに上げてもですね、これは著作権に違反しますってならないわけですよね。それを防ぐためには、その全部の、この、 動画サービスに共通して何かユニークなですね、ID を振るっていうことをしていかなきゃいけないと思いますので、これはかなり包括的なですね、インターネットの仕組みっていうのが必要になってきますから、そのようなことも AI に関しても同じようにですね、言えるんじゃないかなっていうふうにね、思いますね。 はい、えー、今回はですね、ちょっと、えー、一部のニュースを特化してですね、えー、お話をしていましたけど、えー、またですね、ぜひですね、えー、ポッドキャストの月1回でありますが、えー、聞いていただけば嬉しいなっていうふうに思います。ネットベースアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。ではまた明日。 はい。ということでですね。えー、今回は、えー、ちょっとニュースをですね、今回まとめきっていなかったので、えー、一部のニュースからちょっと僕は AI に関して最近思っていることをっていうのをちょっとお話しさせていただきました、えー。先日ですね、ようやくこの AI を貯めていくってですね、スレッドがいっぱいになっちゃったので、新しい記事を作ってで、そこに追記する形を始めていきますので、またですね、あの最新ニュースをですね、えー、掘り下げてやっていきたいと思ってますので、えー、今回はこの辺で 終わりにしたいと思います。はい。AI に関するニュースをお伝えしました。インスパイアの方でした。ありがとうございました。バイバイ。